2023年8月26日土曜日東京アリーナ立川立日で開催された喧嘩堂プレゼンツブレイキングダウン9に出場した元系1世は1勝3敗と大きく負け越す結果となった。写真、左ミドルを蹴ってまずは相手の動きを止めに行ったバンナ第19試合キックルール77キログラム以下で第35代日本スーパーウェルター級王者。 第32代王 PBF 東洋太平洋同級王者 IBF アジアスーパーウェルター級王者のホッソンこと細川隆行に判定3対0で敗れた K1 ワールドマックス20062007日本代表決定トーナメントで準優勝している達治は公式 YouTube チャンネルで公開されたインタビュー動画でエンジンがかかる前に終わってしまった感じです作戦がうまく噛み合わずに時間が過ぎてしまってもったいなかった 初めての一分間の戦いに対応ができなかったと振り返った。発送については、しっかりと私の蹴りの対策をしていたなって。距離感が非常にうまかったですね、と蹴り対策をされていたと感じたという。最初の作戦が前蹴り一発当ててから前に出る予定だったんですが、そのタイミングが合わず出足で一発やられました。判定については、ドローだと思っていました。 最初はパンチをもらったんですけれど、最後の方は自分がパンチを当てていたので、呼吸を整えて延長戦をやろうと思っていました。相手の戦い方が 1R で分かったので、こう戦えばいいんだと分かったので次は絶対にいけると思って準備していたんですよね。そうしたら二人がドローで三人がホッソンにつけていたので残念に終わりました。 1>, 1分の感覚がつかめたので延長戦でいけると思って準備をしていたとした。他ことを勝因として挙げた。さらにもともと作戦で動き回ろうと思っていたので、相手に追い込まれないようにだけ意識した、と1分間で動くことを意識していたとする。試合後のマイクでチームの仲間にお礼を言っていたように、バンナの場合はしっかりと対策や戦略がはまったようだ。最後にバンナは、 K1 世代で50代だけれども日本でいろいろな人に声をかけてもらって嬉しかった。このブレイキングダウンでもたくさんの若い人に応援してもらってすごく嬉しかった、と語った。